こんばんは、シークエンスパパ友でございます。政治家歴史シリーズ、安倍晋三。おかげさまをもちまして受賞、好評をいただきました。再生回数を賜りましたこと、御礼申し上げます。安倍元総理につきましてお話を始めさせていただく前に、当然のことだとは思いますが、安倍元首相の来歴といいますか、政治家としてのデビューからお亡くなりになるまでにつきましては、ウィキペディア等の情報にもしっかりと載っております。まあ改めまして、こちらに画像としても載せさせていただいておりますけれども、ここではまず彼がデビューをするにあたって地盤を引き継ぎ世襲をしたということ、世襲議員の悩みとでも言いましょうか、ここで皆様方にお話ししたいのは、与党がなぜ与党であるのかということ。自由党と民主党がタッグを組んで自由民主党という党になり、対峙する野党というのは、まあ社会党、当時は社会党でございますね野党が支持団体の母体としているのは労働組合、そして保守与党であります自由民主党は、支持団体の母体というものはいかなるものになりましょうか。経営者と労働者、数の原理から言いますと当然のごとく、これは社会党が圧倒的に有利でございます。まず民主党がしっかりとした地盤を築くには、もう勘の鋭い皆様にはお分かりになっているかとは思いますが、揺るぎない票がいただけるところ、これは例えば今現在で言いますと、もちろん YouTube をはじめこういうところでは発言をはばからなければならない団体を含めまして、政治結社であったり、あるいは宗教団体であったり、立正厚生会その他も含めてですね、つまりトップの一声で揺るぎない票が確実に望めるところ、まあトップの一声でね、下の幹部あるいは、そこに所属している人たち、もちろんのことご家族も含めると数万票、全国に至っては数百万票の票が望めると、となりますと、例えば教祖さんの一声であったり、トップの一声であったりね、
お分かりだとは思いますけれども、まあ裏社会の人たちも含めてね、そういったところとのお付き合いというものもしていかなければならない。そして今のような平和な時代ではない、ストライキをはじめとした労働組合も過激なことを行っていた時代、それを鎮めるための警察権力というものに対しても当てにできるような時代ではなかった。そういう時代からお付き合いを重ねて、おじいさんの代、お父さんの代、そこから脈々とお付き合いを重ねていかなければならない地盤というものを引き継いだ城は、当然のごとくそういった方々とのお付き合いというものもしたい、いかなければならなかった。そういう事実があったことをまず念頭に置いていただきたいです。旧統一教会とのお付き合いもそういった中で、おじいさんの代からのお付き合いが始まり、選挙活動を応援してくださったり、あるいは投票をしていただいて、いただいたりですね、ボディーガードをしていただいたり、そういうお付き合いをしながら、おじいさんの代、お父さんの代、そして安倍氏の代へと引き継がれてきたことは確かでございますね。そういった意味もありまして、確実にあったというお答えを魂さんの方からいただいたということが現状でございます。ですが、当然のごとく裏社会の人たち、その他さまざまな団体とお付き合いをしていく以上は、それなりにその団体が今となってはね、当然のごとく排除しなければならないような活動をしていたことも事実だと思います。ここの部分につきましては一切表に出てきません。私も下手すと殺されちゃうかもしれないね。そこのところをちょっと頭を働かせていただければ見えてくるのではないかなというふうに思います。普通の会社ですとね、まあ上司がね、ここ入れてくれよ、ああ分かりました分かりました、適当なこと言ったって、これは当てにはできないですけれども、宗教団体であったり上下関係の厳しい、まあいわゆる、団体であったりね、まで今でいうところのゼネコンさんなんかも昔はそうですけれども、例えば、何々建設なんていうところもね、何々組なんて言って、まあこれは親方制度で親方の言うことは絶対だった、まあそういうようなね、世の中だったということです。その地盤を継いだ安倍氏が旧統一教会とのつながりというものを、持っていたことというのは彼自身も、認めているところなんですけれども、まあそういう中でもね、自分自身の力でもう時代が変わってきている、そういう団体との付き合いというものも行わないで済むように法というものを整備して、
そういう団体というものを社会から排除していく、そういう活動の先頭に立っていたのも安倍氏だったんですよ。模倣というものができれば縁を切ることができます。現実問題として、防災法なるものができて、そこと関わるものに対してはね、罪に問われるというようなことになれば、これは政治家をはじめとしてさまざまなところが一切縁を切らなければならなくなった。これは法律として守られるようになったということですね。まあ政治家さんも同じだと思いますよ。そしてまあ宗教に関しましてはね、最大のネックになっていたのはやはり公明党さんでしょうね。創価学会さんというのがあまりにも大きくなりすぎた、あまりにも大きくなりすぎたために制御が効かなくなってしまったということも現実問題としてあったと思いますよ。それでもね、その創価学会さんですらですよ、では自由民主党と同じだけの議員の数が取れるかといえば到底及ばないです。さまざまな団体と縁を持っていかなければならない。そして地元に対して還元していかなければならない。そして代表的なのは田中角栄さんの越山会なんかもそうですけれどもね、いわゆる応援をしてくださる講演会というものもとっても大切にしていかなければならない。そういうことがあったということは事実でございます。安倍氏がね、そういう努力をしていたということを分かっていようが分かっていまいが、世の中というものはちょっとしたことで叩けるものは何でも叩こうというふうな風潮にある、いわゆる弱い者いじめが大好きで、悪いことしたら言いつけてやる、あららこららみたいな情けない人たちが多いということも事実でございますね。皆様もあららこらら先生に言ってやろうって言った方ですか。例えばさ、そういう団体があったとしてもさ、それはそれ、これはこれとしてね、人一人の人一人としての行動というものをきちんと見れる、そういう人であってほしい、そういうふうに思うんですけども、いかがでしょうか。第一章につきましては、安倍氏がそういう中で地盤を引き継いだということは、光の部分も闇の部分も全て引き継がなければならなかったということですね。ここの部分を第一章できっちりとご理解していただきたく、動画とまとめさせていただきました。やはりボリュームは相当なものになってくると思います。第2章では安倍氏に直接聞きながら、政治的ないわゆるハードルを超えるのにどのような努力をしていたのか、どういった方とお付き合いがあったのか、こういった部分を伺っていこうかなというふうに思っております。ということで第2章の方もお楽しみにしてください。そして今回の動画もね、なるほどというふうに思っていただける方がたくさんいらっしゃることを切に願う次第でございます。
よろしくお願いいたします。